えお疲れ様です今回のね2万円を儲けちゃう方法まあ正確に言うと2万円以上儲かるんですけどもこちらはですねタイミングが合う方ってなかなかいないと思うんですけども車の売却ですね今ね車の買取って結構ね高値なんですよで私の車も結構ね引き取らせてくれっていうふうに連絡が まあ私が買った販売者さんの方から来るんですけども普段よりも30%上積みで買い取りますみたいな感じでねあベルファイアも足りてないんだなと思いますけどもやっぱり今ねあのミニバンって結構ね人気のまんま来てるんですけどもなんせ出玉が少ないんですよねで新車の買い替え時期っていうこともあるんで中古市場にいっぱい出てくるはずなんですけどもあんまり出てないのとあとは取り合いになってるらしいんですよですんでこういう風なプロモーションが来てるんじゃないかなと思いますモッピーから 車の売却完了でで2 2万万ポイントつまり2万円ですカーネクストさんからですねでちょっとこちらの案件見てみましょう画面切り替えますはいちょっと見にくいかもしれないですね、えー、画面を移動しますんでちょっと待ってくださいねはいこんな感じですどんな車でも原則0円以上で買い取りいたしますそうですね0円以上ってとこが意味深なんですけども1円とかじゃあね何かやってらんないなと思うんですけども最低でもモッピーから2万円出ますんで2万ポイントね まあ損はないかなと思います。で、車に中古市場としての価値があれば、例えば5万円買い取りとか10万円買い取りっていうのが上乗せされて、えまさにね、あの新車落ちとか人気のミニバンとかだったら、やっぱり20万円とか50万円での買い取りもありますんで、えー、とりあえずね、こちらの方で、えー、ゲットポイントから査定をお願いしたらどうかなと思います。査定した結果、別に売らなくてもいいですからね、もちろん売らないとなると、この2万ポイントはもらえませんけどもね。はいで えーと獲得条件見てみましょうか、えー、ウェブ審査申し込み後売却完了が成立したら当然ですよねで45日以内なんで係員の方が多分自宅にいらっしゃると思うんですよ、うん、だから予定を45日以内にクリアしてくださいってことです全国どこからでもお申し込みいただけるとで、えー、1か月に1回までの利用なんですよねだからこれ多分ね中古車屋さんがここに <laughs> あのカーネクストに <laughs> あのじ同時に10台とかねあの こうポイントを目的でやるってことを防ぐ意味なんですよね。うん、で、月が変わるとお申し込みいただけるんで、どんなに頑張っても1年で12台までのお申し込みってことですよね。ただまあ裏技もあって、法人名義で契約してる車がある場合は、法人と個人みたいな感じで合計2台っていうのもいけると思いますけどね。あそれからなんかこう家族名義にしたりとかいろいろと抜け穴あると思いますけども、そこまでしてね、2万円欲しいですかって話ですよね。<laughs> まああの、中古車、 流す予定ののある方はこの機会にいかがでしょううかということででございますでこちらの方からお申し込みいただくんですけどもまだモッピーの方にサイトを持ってない方はね、えー、下の動画概要欄に、えー、紹介コードを付けておきますのでこちらの方からアカウントを作ってください、えー、それから今回の案件の URL も動画概要欄に貼ってますのでもしねあ中古車販売したかったんだけどなとかね もう鉄靴業者に引き取ってもらうしかないよねっていう風うな廃車同然の車でも結構ですねでお申し込みくださいそれでは。